在庫チャンネル。こんにちは、加畑正則です。浅見遥香です。今日の太鼓チャンネルは先週に引き続き愛先生の太鼓レッスンをお届けします。皆さんと太鼓の演奏もするのでお楽しみに。いよいよ来たね。来ましたよ。来ましたね。じゃあ今日も元気にいってみようか。太鼓チャンネル。先週に引き続き愛先生に教えていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして生徒さんにも参加していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はとうとう楽曲ということなんですけども、どういった内容になるんですか？盆太鼓とセット合わせた曲になってます。楽しみですね。頑張りましょう。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、始まりが皆さん後ろ向きでポーズをとってます。でですね、はい、で私から振り向いてタッタカスタタカタンを2回打ちます。2回打ってる間にノリさんが振り向いてタッタカスタタカタンを2回、その間にユウキさんが振り向いてタッタカスタタカタンを2回で、その間に振り向いて最後にタッタカスタタカタン2回打ちます。で全員揃ったところからタッタカスタタカタンを7回をクレッシェンドしながら打ちます。で最初のタッタカスタタカタン、ピアニッシモでこう時を刻むような静かな雰囲気で始まります。はい、で、そうしましたら、セットがダンスダンダンとこれ切るんですね。あの歯がこっち向くように切るときに、切る注意ですね、切るときにこの刀だと思って、これがバチがでこう切るときに歯がこっち向いてますよね。こうであっちのものを切るんだとしたら歯をこっちに向けないと切れないから歯をこっちに向ける。左手も同じですね。こっちのものを切るんだったら歯をあっちに向けないと切れないので、こうで、ここのものを切るんだったらまたバッチをこう向けてこう切る、切るっていうのはこうですね。はい、バンスバンバン、はい、一回バンスバンバンを打っている間に盆太鼓チームは右手を上げながらくるっと回ります。くるっと回る、はいはいはい、それで、盆太鼓が今度はバンスバンバンと打ちます。これはさっき教えていただいた、そうです、切るという動作と同じように考えていいんですか？そうです、そうです。左は回して右は切ってください。はい、はい、で盆太鼓がバンスバンダンを打ったら、打ってる間にセットがくるりと回ります。はい、でまたセットがダンスダンダンを打ってる間に盆太鼓がくるりと回って、次に盆太鼓がダンスダンダンを打ってる間にセットがくるりと回る。そうしたら全員でダンスダンダンを4回打ちます。